今日も会ってやっぱタッキーの好きだわって思ったから付き合ってください。まだ間に合うなら全てかけるさ、俺の3分は今いくらだ。みんな楽しみにしてるよ。わかりました。絶対どっちかを倒すから。これは入ってください、入ってください。ちょっとね、マジでね、タッキー来るとあんまりね、照れてね、喋れなくなるんですよ。芦田さん、どんな人がタイプなんですか？俺はね、タッキーだね。半分？ねえ。お前何してんだよ、お前。嫌だ、嫌だ、本当に。いやいや、まだね。すごい道ですね。これすごいよ。これ もっと山奥に行くから、そこにペンションがあって、これにいる鹿を今日取ってきて食えるから。え、取ってきて？そうだよ。そうなんですね。お前なんでいいんだよ、お前。もういるだけでなんかお前こっちやりづれえんだよ。いや、一応俺だってもう二人きりにはさせないでくれって阿部馬さんに言われた。なんだそれ。危ないし。何が危ない？すごい自然が綺麗でしょ。めちゃめちゃ綺麗です。タッキーも自然にしてる方が可愛い。おい。自然にしてる。タッキーも自然にしてる方がこうやって、もうデートなんだし、私はの方が可愛い。ああ、まだ多分指数とかは出せてない。でしょ？もうどんくらい彼氏いないの？そうですね。結構ですね。結構？うん、リアルに？リアル。好きな人とかはできます。ああ。実らないんだ。なんか今この年だと結構結婚考えする年じゃないですか、はいはいはい、女の子とかは。はいはい、そうなると。なんか昔みたいにポン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 とりあえず付き合う方ができないってことだ。なんか軽々しく考えられなくなっちゃいました。確かに確かに。そろそろですか？そろそろ、あと3キロって書いてあったね。もう近いよ。いや、タッキージムニーギャップがありすぎてちょっと面白いな。ジムニー乗ってるタッキー。ジムニーってあんまりピンときてないでしょ。もう本当にギャップすぎるわ。どういう乗り物ですか？普通にもう探検隊みたいなやつだよ。探検隊？うん、探検隊。へー。最近買ったんだよね。え、買った？そう。あ、芦田さんの？そうだよ。へー。試合終わったらちょっとね、買い物したくなるんですよ。じゃあ6月終わってからまた。いやー、でも欲しいもんがないかもしれない。海外行っちゃうかもしれないね。とりあえず一旦。旅行ですか？うん、ちょっと世界を見に。世界を見に？うん、世界はどんな感じなのか一回見に行きたい。え、移住みたいなこと？まあ、移住ではないけど、この何ヶ月かとか。アメリカ行ったり、いろんなところ行ったり。社会を見る。そう、芦沢流星どんくらいぶちかませるのか、ちょっと今こうどこ行っても芦沢流星だってみんな思ってるからつまんないんだよね。あ、もう顔さしちゃって。そう、じゃなくてもう素の俺でどこまで行けるのかを行きたい。そうしたら多分いい方向に日本も変わるんでね。俺が成功した方が。芦田さんが世界に行くことで日本が変わる。そう、あの世界に行って成功したことによって逆輸入じゃん。日本に帰ってくるときに空港とか人柄もう並んじゃうぐらいな感じになるよ。あ、芦田さん帰ってきた時。そうそうそう。あ、でも、もう海外の方が有名なの俺は。それがもう見えてるね。それ何年後ぐらいそうなるんですか？2年だね。2年後？うん、じゃあ2年後楽しみですね。楽しみだね。加速するぞ。どんどんこうやばいが、上に行けば上に行こうとこう登る速度が上がるからさ、絶対にいろんなものを手に入れるからね。ああ、ここなんですね。着いたね、スズランペンション。その前ちょっといいですか？ペンションはいいんですけど。あのさ、でかいこと言い過ぎたんだよ。今日
標準アメリカですみたいな話してた。いや標準アメリカですじゃなくて日本から出なきゃダメだろ。バカかお前。何がだよ。デートで自分の夢のでっかい話してたら切られるぞお前。逆だろお前。滝山さんの夢は何ですか。そうか。バカだ。お前ほんとバカだな。そうかもしれない。お前全部自分のこと押し付けてんだよ。そうかもしれない。自分の夢なんて人に語るな。そうだね。お前2年後はお前空港パニックで後ろに座ってた俺がパニックだよ。ヘヘヘじゃねえんだよ。もう帰るもんな。バレる。すいません竹山さん今ちょっとタレで揉めちゃって。タレで甘口かね。甘口か辛口結構辛口でいいですか。全然大丈夫です。すいません。じゃあ行きますか。はい。いやーここがなんか、ね、すごい。牛脇さん。はい、何ですかあの人。やばいな。大丈夫ですか。大丈夫ですか。ちょっと怖いですけど。竹山さんちょっと怖いね。あれだ。では。あ、え？はじめまして竹山です。これ良くないな。このツーショットから竹山さんはもう無理だ。タイプがね。本当大丈夫な人？大丈夫。全然めちゃめちゃクリーンです。本当ですか？え、ここがじゃあ先輩の店長？そうそう。本当大丈夫ですか？ちょっといいですか？竹山さん。ちょっと怖いですね。怖いでしょ。正直、はい、まともな人じゃないでしょ。一度確認します。お願いしたい。ちょっともし何かに影響したら。そうですよね。ちょっと待ってください。すいません。すいません。ちょっと先輩の大変言いにくいんですけど、はい、の方で違います。違います。本当に違います。全然違います。あ、わかりました。ちょっとお待ちください。ちょっといかつく見えるだけで、はい、本当にペンション経営者らしいです。あ、そうですか。大丈夫ですか。じゃあ行きます。判断しちゃダメですよね。ダメです。はい、なんかあったら僕ら言いますか。ありがとうございます。大丈夫です。竹山さん、ちょっと今、なんか、タレで、前から。辛口で。辛口でしょ。じゃあ、辛口なんですけど、甘口も試したいってことです。あ、2個じゃあ。ごめんなさい。すみません、先輩。で、これ、橋沢さん、何ですか今日は。これ何ですか。一回ジムにちょっと遊び行って。誰と？よ、タッキーってどこに行って？ジムにで山に遊び。の寝ぼけたようなこと言ってる。なんだ寝ぼけたって。寝ぼけたようなこと。最初からそうだ。いやいや、いきなり竹山さん山ジムにで山連れてってって、お前何しようとしてる。何がだよ。何がだよ。連れてんな。俺はまっすぐ違うよ。すれてるわけじゃないよ。お前正直言うと、こんなもっかなそうな先輩のジムニーで山に連れてくって言うから、それは俺だって心配するから。ロケだぞお前。竹山さんどうですか。でも乗ってみたいです。ほらだろ、入ってくんじゃねえよお前。あ、そのロイタッキーの前で言っちゃうのロイの。ごめんごめん、さっきの終わり喧嘩しちゃダメだったのにね。そうですね。先輩、はい、ね、一応有沢君がデートしてまして、今日、はい、一番なんか好きな子が、うんうん、滝山さんなんですけど、うん、どう思われますか。どうですか先輩から見て。僕も好きっす。ちょっとそれはだってダメでしょそれ。山さんにいい格好しようとすんなよ。そういう時ってな、一番危ないんだから。そういう時危ないよね。はいはいはい。どこ行くのこれ。これ多分本当山道の中走れるあるんですよ。何？こんなところに行くんですか。何？ちょっと。絶対大丈夫ですか。まあ。めっちゃ怖い。どこ行くの？
見せたいのかよ。これどういうことなんですか、これ。滝山さんにこんな俺らちがやってる遊びを見せただけだろ。おもてなし。めちゃくちゃ気持ち悪いじゃんね。わかんないです、めっちゃ。ここでいつも何やってるんですか。いや、こういうところでキャンプしたりだ。あ、なるほど。無理しすぎだろ、無理してえだろ。お前らがお前裏でピー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 騒いでるから、お前俺何言ってんのお前らみたいな感じのノリ。だったらお前ここでお前景色のいいところでせせらぎをね、あ、いいね、川のせせらぎを聞きに行きますかとか、ツーショットタイムだろここは。はいはいはい、そこでなんかちょっと褒めてこいよ。今日の衣装とかまだ褒めてない。あとこの間と髪型変わったのなんで気づいてねえみたいな。そうだな、そうだね。見てみろお前、ちょっと後ろ見てお前、先輩がいい感じになってる。怒るのになるだな、先輩。じゃあ行ってこいかな。すいません、竹山さん。せせらぎも近い。いい子、せせらぎ。せせらぎでしょ。川のせせらぎ。川のせせらぎ。でもな。先輩、竹山さんなんかちょっと口説こうとしてません。してないですか。すごい大事ね。髪型変わったね。あ、髪切りました、ね、そうなんです。髪変わったよ。あ、ありがとう。超かわいい。ありがとうございます。どう、こほら、すごい。こういうところにいてさ、はい、俺こうやっていろいろ考えたりしてる。考えたりっていうか全部ポジティブに、やっぱ自然とさ、いろいろすると全部ポジティブになるの、うんうんうん、てかジャッキーとあのジムニーはさ、ちょっと本当ギャップすぎてさ、超なんか面白かった。初めて。やばい、ジムニー。大丈夫、倒れしないから。楽しかったです、ね。じゃあスリリングだった。スリリングだった。俺もスリリングだった。トンビとかも、あのトンビいるでしょ。あれ、ああやってこう低空移行してる時って、餌探してる。あれ、餌探して見てて、で、餌が見つかったらこう回り始める。何食べるんですか。あれも何でも食う、あの、ハムス、あの、リスとか、肉食だから、あいつら。あ、今探してる？そう、探してる、あいつ。すごいな。自然ってすごいよね。うん、壮大だよ、みたいな。すごいわ。じゃあ行こうか。うん。服装も最高だよ。できたの。できたし、やっぱ自然とかあるから話しやすいな。だろ？いや、それいいよ、本当に。髪型言ったら、クイズ、おーみたいな。だろ？うん、だそういうお前、そういうのはお前、俺お前、52歳だけあるだろ。大事大事です。じゃあ順調か？順調順調。資格っていうのが。え？資格って。鹿食べて夜何食べんだよ。言わせようとしてんじゃねえぞ、これ。この野郎、お前。どれお前、心配されてる。いや、すみません、竹山さん。どうですか、自然は。いや、すごい。うん、なんかこんなとこあんま来られないので、いいですね。なんかね、あの竹山さんの髪型が、この間と変わって可愛くなったってずっと言ってたんですよ。あ、そうだ。そうそう、さっき初めて言ってくれました。あ、なんか気づくのすごい早いんですよね。あ、本当ですか。本当は今日来た時に言ってたんですけど、はい、なんか照れて言ってなかったんだと思うんですよね。いや、気づいてくれるのは嬉しいですね。ね。うん、そろそろご飯食べたくないですか。お腹減りました、ちょっと。鹿肉。行く行きます。いるよ、いるよ。じゃあいいですか、鹿肉食べ。よっしゃ。さっき俺の手見てて。はい、頑張ってください。すいません、子供みたいなこと言う。すいません、はい、俺の運転見てて、ね、すいません、なんか。いやいや
あ、足だ竹山さん見てるぞ。おー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 、危ない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 、危ねえ。っていうか滝山さん見ててって言って滝山さん置いてってこれ どうやって渡らす、迎えに来てくれるんじゃないじゃないみたいですね。来ますよ、はい、しょうもねえなあいつ本当に。いやマジですか、ありがとうございます。すごっ、えーうわカレーよで、これ焼いて食べてきれい、うわすげえ。僕が撮ったやつです。あ、これや鹿、はい、マジでパワーになるです、本当に鹿肉本当すごいんですよ。パワーになるです、本当に次の試合勝てます。これ竹山さん大丈夫ですか。はい、いただきます。ありがとうございます。もうね、芦澤君はすごい料理が得意なんですよ。最近あの YouTube ではカレー作ったりしてSNS よく見ます。ざっくりざっくり、ルーからしっかり作るっす。竹山さんだって料理好きな男、はい、何でしたっけ。好きです。おいもう全然違うもんな。そうだね、前と違かったね。全然前なんかもう今この辺でもう帰りだそうだったもん。うん、まあ、これでな、もう6月勝たなきゃもうダメだよ。それはそうだよ、それは大前提だよ。楽しみですね、でも試合が。でも竹山さんも楽しみですか。はい、見たい、本当に。見に行きます。いえ、その予定はないですね。行きたいんですけど予定はないんです。あの人気だからなかなか行けないですよ ね。 そうだね、高いしね、チケットも、うんうん、ないです、チケットも売り切れです。そうですよね、ソールドアウト。ソールドアウト、すごい人気だったから。あ、もうこのまんま行くんですか。このまま焼いちゃう。このまま焼いて、で、この切る。あ、ありがとうございます。いただきます。はい、食べるぞ。かわいい。おい、どうですか、餃子。興奮してんじゃねえよお前、みっともない。今日こういう風に地元来て、あの滝山さんとデートしてるってのはお母さんに言ったのか。言ってない、言ってない。どうか、なんでお前言わねえんだよ。そういうとこだろ俺言ってんの。何言うか。いただきます。来た。おい、はい、今ね、山梨でロケやってんだよね、タッキーとデート。やったじゃん。お泊まり今日。流れでお泊まり、お泊まりしてました。流れだろ。なんで流れとかお泊まりとか。あれお泊まりで出たんでしょ本当は。いや予定っていうか今からはっきり次第ですよ。お母さんすいません、いつも。久しぶりです。滝山さん2回目のデートで山梨来たんですよ。喜んでましたね。そうですよね。うん、やっぱこう息子さんの声聞いて嬉しいさ伝わりますか、お母さん。伝わりますよ。なんかいいことがあってことかなと思った。ああ、やっぱ母は強しですね。もう何でも分かってらっしゃる。二度目なんですけど、ちょっと滝山さん、お母さん喋っていただいてもいいですか。あとはもうお母さんの一押しだと思うんですよね、僕。お母さん関係ねえだろ、メリコさん。座ってろお前バカ野郎お前。お母さんお久しぶりです、滝山です。お久しぶりです。あ、ありがとうございます。すいません、この間はあの流星君の気持ちに応えられなくて申し訳ないです。いいえ、とんでもないです。あのすごい、あの今日2日目会って、あのとってもいい人っていうのは本当に伝わってるので、はい、お母さん、あの滝山さんに何か聞きたいことありますか、お母さん。じゃあもうちょっとまた流星君をあのよく観察してみてください。良さが分かりますか。そうですね。ちょっとこれからあのうまいことなったらまたよろしくお願いします。そうですね、私もちょっとあの竹山さんに会ってみたいし、
会長。ぜひぜひお願いします。お母さんいい人だな。本当にいい人。お前なんかついてんぞ。してんだよ。関係ねえだろ。行くのかそのまんまで。じゃあ。そうだ、このまんまで行けよ。そのまんまで行けよ。こういうところどう思う？まあ、可愛いですけどね。お前もな。できました？はい、できました。これ先輩がくれた鹿肉ですよ。うわ、すごい。いやでもこういう料理すごいわ。いただきます。じゃあ大きいですね。ちっちゃいの食べます？ちっちゃいの食べようかな。下の方かもしれないね。あ、それ大きいですよ。あ、大きい。半分でしょ。なんでバカやろ。まあ、ほんとバカだな。セロース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 、ちょっと食べてください。はい、いただきます。どうですか？うん。もう時間だぞ。時間だね。今日やることやったでしょ。今日は俺ね、行ってみて。前のさ、前の告白するの結構お前絶対いけるっていう、俺本当に 100% いけるかなと思って、うん、でもあれが前の何パーぐらい？前がもうほぼ 10% ぐらいだ。先によく行かせたなお前あれ。先やがってよ。で今日何パーで？今日俺でも、うん、あの試合を見たって。そうだね、あれはでかいよね。あれでかいと思う、はいはい、西本さんとのね、はい、あの試合見てで、振る舞ったもんね、いろいろ地味にいいから。いや、すごかった。滝山さんがすごい質問してきてた、はいはいはい、進んで会話を成立させようとしてたから。今日は俺90だと思う。 90?、うん、前の方が10だったら90はもうほぼ格だろ。ほぼ格だと思う。俺も結構ほぼ格だと思ってんのに。後の10は最後の優しさだと思う。もうストレートに言った方がいいよ。この間なんかチャラそうな感じで言ったら。そうだったね、なんかなんか今日は良かったんで普通にみたいな。そうそう、普通に。普通にって何言ったの。そうそう、分かるでしょ。そうそうそう、俺が言われたら普通にって何みたいな。そうそう、何普通に。自分で分かってんの。普通に俺はそれ思った。でも本当好きなんでしょ。うん、好きだよ。いいじゃん。で今日もし付き合えたらどうするの。今日泊まるでしょ。泊まる。ペンションで。泊まれる。どこのペンション？ここ泊まれんだよ。ああ、ここも？ここも泊まれるし。ここかじゃあ。ここいいんじゃん。こっちの貸し切りの方がいいな。これ。いいじゃん、いいじゃん。あの奥が。ここ行く？ここで今日夜、話もしながら。付き合ったら？酒を飲んで。もう、告白してる。先言ったけど、あの、次の試合も一緒で、俺負けは許されないからな。いや、それは俺に言うなよ、だって。今日大丈夫です。そうやな、うん、これでタッキーもここに来てくれて、この組み合わせでいけないわけがないよな。雰囲気いいでしょ。いいだろ、だってやることやってきたもん、今日。そうだね、今日絶対大丈夫。振られる要素がないだろ。よし、じゃあタッキー待とう。ああ、竹山さん来た。すいません、なんか場所指定しちゃって。緊張するね。緊張、もう行くぞ。行く？行くぞ。大丈夫だ。大丈夫だよな。今日は俺もできることはやったし。やったよな。やってくれた、やってくれた。うん、雰囲気バッチリだな。あとは締めるから。ボール。ぶちかまして、最後、最後。ビシッと締めるからね。OK。うん、なんかちょっと前の時はまだタッキーのことも知らなかったし、俺もタッキーのこと知らなかったから、まあああいう結果になったけど、俺はまあ、あの収録終わってタッキーのことずっと思ってたし、でそのまま勝てて今まだ飲みに乗ってるから、で今日も会ってやっぱタッキーのこと好きだわって思ったから、付き合ってください。ごめんなさい。おい、笑い事じゃねえんだよ。何がごめんなさい。お前負け許されねえっつっただろうか、お前。ちょっと、負け許されねえっつってんだろ。何やってんだよ。何がでも。ちょっと武骨すぎじゃない。武骨すぎてなんで、お前。もう一回言った方がいいんじゃない。もうねえや。いや、びっくりしたよ。許されると思うね、これ。なんで俺らのせいにするんだよ。どう思うよ。
全部ダメやったぞ。でも俺見てもなんか偉そうなことばっかり言ってたし、車の中も。俺が明日の人生なんだろう。なんでお前女に合わせなきゃいけないんだこっちが。おめえらの目山梨子を連れてきて、おめえら楽しんでたくせによ。お前最後になって、お前こんなこと言うな。なんとしてこんやんろっ。ろ自分も悪いんだろ、お前この野郎。おめえ、二度とお前ら山梨来んな。なおめえも来んな、東京じゃ。言ったけど、おめえらもスタッフもみんなよ。おめえはここ良かったなとか思って、お前撮影とかに違うお前やつの撮影とか使ってんじゃねえ、そこで。なんだこの野郎、お前。俺山梨だろ、ここでね、この野郎。俺が紹介したとこ。関係ねえだろ、お前。使うんじゃねえぞ、お前ら。ズブズブで行くよ、お前。バカ野郎。使うズブ。バカ野郎。お前、分かったな、お前。モテねえな、お前。あんだけお膳立てしてやって、この始末だもん。いや、もう帰るわ。お前もう一回言えって、もう一回言えって。なんで、なんでね、もう一回なんて言うの？本当ダメですかって言う。マジで。ふざけんなよ、お前。お前、俺、芦沢流星、お前、男を磨いてんのよ。お前、一回ダメだったこと、お前、持ってダメですから、俺、聞かれる。みっともねえ、お前、そっちの方が、お前。お前のもう撮影なんか、二度としてやるから、バカ。バカのこと。お前、二度と来んねえよ、お前。くっちゃりな、お前。根本なんだよ、お前は、根本。なんだポンコンってこれだ。あいつ子供もわかんねえのあれ。何がダメでした？いや本当に今回はいいところがすごく見られたし、試合もかっこよかったんですけど、でも好きと言われたら好きには慣れてないなって思っちゃう。なのでちょっとまたお断りさせてもらいます。6月19日、世紀の一戦、ザ・マッチ、裏メインで芦沢流星、ルイアス・ヤーマン。これも本当に、オープンフィンガーグローブだし、タイマンだと思ってるんで、一瞬でバーンって言って記憶飛ばすんじゃなくて、じわ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 、芦沢流星には勝てない、相手が泣くぐらいの試合をするんで、楽しみにしてください。